農学部進学内定者の皆さん、ワンアースガーディアンズ育成プログラムへの参加を考えている皆さん、こんにちは。この動画ではワンアースガーディアンズ育成プログラムについて概要をご紹介します。皆さんも持続可能性やサステナビリティという言葉を耳にしたことがあると思います。100年後の地球のために私たちができることは何でしょうか このプログラムは人とそれ以外の生物が共存共生できる100年後の地球のために社会を巻き込んで行動できる科学者のネットワーク「OneEarthGuardians 地球医を育てるため」に始まりました農学部農学生命科学,科,科学研究科横断型のプログラムのためさまざまな専攻専修の学生と教員が参加していることが特徴の一つです 2018年度に第1期生を迎え、2020年度現在、1期から3期までの受講生が活動しています。2021年の4月に第4期生として新たな仲間を迎える予定です。この動画では、プログラムの発起人である高橋教授によるワンアースガーディアンズ育成プログラムの哲学のお話に続き、カリキュラムの説明と、 現在活動している受講生の声をご紹介したいと思います。それではまずは高橋教授の話をお聞きください。皆さん、こんにちは。OneArtGuardians 育成プログラムの発起人の一人である高橋日生です。今日はまず OneArtGuardians 育成プログラムの哲学について。 皆さんにちょっととご紹介したいと思い思ますまずこのプログラムの背景ですが私たちはこのままの生活を続けていて大丈夫なのか人類は誕生以来微生物植物動物鉱物など地球上のあらゆるものを利用して生きてきました経済価値を優先した産業開発は私たちの唯一かけがえのない地球ワンアースに大きなダメージを与えてきたことは皆さんご存知の通りです 人間活動のために引き起こされたと考えられる地球上の問題例はたくさん挙げることができます。異常気象に始まり資源の枯渇生物多様性の減少そして最近問題になっているウイルスの拡散など解決策の実施は待ったなしなのですが人類は現在の生活を捨てることができません。そこでこのプログラムの目的は人の生活の活動を続けながら 農学・実学という観点を利用してこれまで人が地球上の資源を利用することで起こしてきた問題を俯瞰的に洗い出し科学的な解決法を研究解決を実践していくような科学者の集団 OneArtGuardians 地球医を育成しこの新しい分野の教育研究 OneArthology 地球医学を推進していくことです。こののプログラムの特徴ですが、 教育からスタートして社会を変えていく世代・分野を超えた長いプログラムです。実学に立脚しているので、大学の既存の教育の枠にとらわれず、企業や行政など社会の意見を聞きながら、双方向でプログラムを推進しています。学生だけでなく、教員も企業・行政の方々も一般の方々も、参加者全員が育成プログラムの対象となります。人のためのシステムではなく、 経済価値をを認めめめられていないなな生物も含たた全全体体のののの健康地球全体のためのシステムを実現すするのが最終目的になります経済資本主義から自然地球資本主義へのパラダイムシフトというのを目指しています100年にわたる継続的な活動により研究家大学国の枠を超える学問領域を形成しそこで得られた成果が人類のコモンセンスになることを期待して進めています あなたも100年後の地球に考える One Earth Guardians 地球に変わりませんかぜひこのプログラムに興味を持っていただいて参加していただけるととても嬉しいです。ありがとうございました。続いてカリキュラムについてご紹介します。ONEARTH GARDIANS 育成プログラムは皆さんが所属する専修や専攻の活動に加えて、 並行行して行われます俯瞰的に能楽の基礎力を育む基礎地球医学社会との関わりの中で課題発見力と解決力を育む応用地球医学1社会全体で課題解決に取り組むための発信力を身につける応用地球医学2の3つに分類される科目からなっています。 ワンアースガーディアンズ認定のために必要な条件は、この認定科目一覧に示す必要単位を取得することです。このスライドでは少々見づらいと思いますので、詳細は右下の二次元コードから受講案内にアクセスしてご覧ください。様々な科目が並んでいますが、今特に注目していただきたいのは、ピンク色の星のついた科目です。これらは、 農学部で A1 から W タームに開講される科目ですので進学内定者の皆さんはこれからの半年で先行して履修しておくことができます授業選択の際に参考にしてみてくださいこのプログラムの特徴的な活動の一つとして応用地球医学1の一つ ワンアーソロジーの一環として行われる実学研修が挙げられますこれはいわばインターンシップに近い活動なのですが社会における課題の発見力や解決力を養うためにプログラムに参画する様々な企業や NPO などの下で一定期間実課題に取り組むこととなっていますまたその成果は報告会として皆さんと共有しています また授業として行われるもの以外にも企業や省庁などの方と共とにさまざまな活動を行っています。ここでは異なる立場やバックグラウンドのメンバーでディスカッションを行うワンアーソロジーセミナーや学内外の講師を招いた講演ルックレクチャーの様子をご紹介しています。プログラムのウェブサイトにも活動が紹介されていますのでぜひご覧ください。 続いて三名の受講生によるメッセージをご紹介したいと思いますマースガーディアン三期生の川瀬翔子と申します農業資源経済学生集の三年生で食品ロスやフードバンクに関する研究を行いたいと考えています大井地図には農学部のさまざまな学科の学生が集まります 私のような学部生だけでなく、修士課程の方もいらっしゃいます。100年後の地球をキーワードに集まっているため、意欲が高い人が多く、例えば、食料問題について考える自主的なゼミを学生主体で立ち上げて、勉強会を開いたりしています。私は4月にプログラムに参加したばかりでしたが、先輩たちの活発な議論の様子を見て、物応じせず発言することの楽しさに目覚めました。 農林水産業、そして畜産業をカバーする農学部は、扱う分野がとても広い学部です。OEGs では、それらの学科や学年を超えたつながりを作ることができます。また、実学研修というものがあって、大学外での学びの機会も得ることができます。農学が実社会とどのように関わっていくのかを学生のうちから体験したいという方は、ぜひ OEGs にご参加ください。 皆さんにお会いできる日をとても楽しみにしています。ワンアースガーディアンズ2期生の田口和樹です。応用生物学専修の4年生で、サツマイモの生産性向上に関する研究をしています。ワンアースガーディアンズ育成プログラムの魅力は、様々な分野に興味を持つ、えー、志の高い仲間が集まって、えー、普段はなかなか話せないような、えー、環境問題であったりとか、えー、それから農学上の課題であったりについて、 真剣に語り合うことができることだと思っています学んだ知識を生かして実際に行動を起こすというようなことはなかなかできないと思うのでぜひ、えー、このプログラムに参加して一緒に社会課題に取り組んでいけたらなというふうに思います皆さんこんにちはマウスガーディアンの2期生のカンベです生命科学科学研修4年生で生物科学研究室で卒業研究をしています今やってるのはヨーロクマウスのフェロモンに関する研究です オイジーズでの実学研修では、昨年度からフードロスのリサイクルをテーマに、主に資料館について取り組んでいます。調べるほど複雑な問題だと感じますが、長期的なスパンで実現させていくことを考えて、今は3期生と一緒に取り組んでいます。一緒に課題解決してくれる仲間が増えてくれると大変嬉しいです。ワンアースガーディアンズ育成プログラムについて詳しく知りたいという方は、ウェブサイトもご覧ください。また、 Facebook ページではイベントの告知や報告のほか受講生や教員の声も紹介していますのでぜひチェックしてみてください。そのほかわからないことや相談がある方はプログラム事務局までご連絡ください。ウェブサイトにあるコンタクトボタンからもメールをすることができます。